はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、とあるデカ盛りのうどん屋さんに向かっております。今回ね、向かっているお店さんはもちろんね、大食いの方はこぞって行っておりますし、消費者様もね、知ってるようなお店さんなんですけれども、並盛りでもでかい、でもそれ以上に中盛りで約2キロ以上で、大盛りになると3.2キロ以上とね、まあ、この数字を聞くだけでピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、とんでもないうどん屋さんでございます。ただですね、いつもは撮影前にちょっとご連絡をさせていただいてからアポイントを取ってね、お店行くんですけれども、今日は突撃でね、お店で向かっておりますので、開いてるか今日ちゃんと営業してるか心配なんだけど、今日のお店ね、もうちょっとあちらに見えておりますね。早速向かっていきましょう。麺どころ吉野屋さんということで、まあ、営業日だっていうことは確認はしてるんですけれども、まあ、とりあえず準備中でものれんは下がってるから、オープン時間になったらこの後やるかな。おもうまさんにもね、出ているような有名店でして、普段から行列なので、今日はちょっとオープン前に待っておりますけれども、やっぱりね、大食いの人たちはここを大盛りで食べてもう満腹みたいな感じで撮影しているんですけれども、せっかくならね、まあ、ここ大うどん屋さん、お蕎麦屋さんなんで、ご飯物もあります。今日はちょっと中盛り1個とご飯物のセットでね、楽しんでいこうかなと思いますので、営業がですね、開始するまでもう少々待ちたいと思います。いらっしゃいませ。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。来てくれればよかった。いいですか、失礼します。食いましょう。いただきます。うわ、めっちゃうまそう。うん、うわ、うまうまいっすね。うまっ。うまっ。食べましょう、これ。うわ、これうまっ。うん、めちゃくちゃうまいな。
ありがとうございました。うまっ。いや、うまいわ。これうまっ。うん。中盛りもあっという間だな、確かに。すいません、玉ねぎ天1個追加していいですか？はい、ありがとうございます。失礼いたします。すいません、これ80円だからね。安い。
失礼します。締め。こちらはちょっと階段ですけど。どうしました。